毎週月曜日のこの時間は松尾清のブラッシュアップです。さあ、松尾さん、今日のニュース、話題は何でしょうか。はい、あのご覧になった方も多いかと思いますけれども、おとと昨日と、BBC のおー、BBC ニュースジャパンというチャンネルありますけれども、はいあのー、そこで、捕食者の影というタイトルで、えーまあ、いわゆる旧ジャニーズ性加害問題の、えー あの昨年大変、あのー、<ー>話題になりました「あのー、捕食者」というドキュメンタリーありましたけども、はい、それの続編ですねここ1年後に、はいえー、オンエアされましたのでそれについてのおまあ1年前にもねこの番組でお話しして、はいえー、それがまあいろんなところに飛び火する形で個人的なところですと僕はそれが えー、きっかけになって、えー、15年間所属していたスマイルカンパニーという旧ジャニーズ事務所と大変近い関係にある、えーうん、会社とのマネジメント契約が終わってしまったりですとかね、うん、あの不本意ながら終わってしまったりだとかそういうのもありましたし僕の個人的な話に限らず、えー、そこからいろいろと皆さんに提言をしてきましたので一緒に。 あのリスナーの皆さんとはこの問題について考えてきたという体感もあるんですが番組の中で、えーえー、現スマイルアップですね被害者への保障を担当する会社 SMILE−UP. の東山紀之社長が、はいえー、BBC の、えー、モビン・アザー記者という、はいうん、前回もうーんその ドキュメンタリーの、えーまあ、語り手になった方と直接のインタビューというのをおやりになってますんでそのことを中心にお話ししようかなと思うんですが、あのーえっと、番組自体は、ねえっと、30分足らずのものだったんですが、えええー、その中で、えーまああのー、いくつかの構成が分かれてて、えー その中で大半が割かれていたのが東山社長のインタビューだったんですが、その番組の中でも収まりきれなかった部分も含めて、はい、今、YouTube でね、あのー、インタビュー動画っていうのは、まあ、30分以上かな、あのー、見ることができますので、あのそちらの方、ぜひご覧になってくださいということを初めにお断りしておきますが、あのー、まあ、ちょっとそうですね、あのー、土曜日。 日日曜日そして今度、4月5日にも再放送あるそうあるそうですが、それを見て感じたことをお話ししますと、あのー、大きく3つのことが気になりましたはい、はいえー、っとまず一つは、ええ、東山社長という人の、まあ、記者会見以来となる、昨年の秋の記者会見以来となる、こういう公の場での長い尺を取ってのお話だったんですが、あのー、 そのかかの社長としてのスタンスですね、うんえー、なぜ社長になったのかという質問に対して、社員やスタッフを路頭に迷わせるわけにはいかなかったというふうにお話しされて、ええ、まあそれ、まっとうなお話ではあるんですが、はい、まあこれ、あのー、まあ、ここに限らず、BBC の方の編集がどれほど意図的なものなのか、どれほど時系列に沿ったものなのかっていうのはわからないので。あのーええ まあ、あくまでも番組を見た感想ですよということを断りしていますけど、ええ、なんか真っ先にその、えー、社員やスタッフを路頭に迷わせるわけにいかなかったという、まあ、その皆さんの、ええ、自分の内輪の人たちの生活を心配する話が来ているっていうところにちょっと違和感がありましたね。なんといっても 何を置いても被害者救済っていうことで、うんえー、熱く語ってほしかったなという気持ちがありました、うん、見ながらね。はいえー、で、あのまあ、もちろんその東山さん、今、1000、えー、人近い被害の申し出をした人に対して、1人200人ぐらいやってるとおっしゃってましたっけね。はいこれ 2月のインタビューだったそうですけど、うん、で、その中で、あの、僕、家族とかに話せないようなことがあっても、僕が、えー、聞くことで癒しになればっていうふうに言ってましたけど、なんかちょっとそこは、僕が聞くことで癒しになればとかっていう、まあそういう思考回路の方なんでしょうけども、う,ん、うん、どうなんでしょうね、あの、うん 僕に話しづらいこともあるかもしれませんがというような発想にはならないのかなと、うん、うんまあまあ、まあ、それは一つです。はい、で、えっと、二つ目、僕が気になった二つ目、これ、スタッフの、最初、ええ、のスタッフの性加害、つまり、ええ、こうジャニー北川氏以外のスタッフによる性加害が2名。 といいう話をしていたんですね,ねこ,れ、はい、これに関しては、あのこの BBC の番組から離れたところでもいろいろ報じられているので、ご覧になっている方、多いかと思うんですけれども、名前を公表したり、警察に報告したりするということは、積極的には考えていないということを、まあ、彼、言い切ってまして。うん ねあのーまあ、もちろん被害者が、あのー、その告訴すれば、自分も警察で情報提供しますけどと、自分たちもあって言ってるんですけど、これは、あのー、2017年ですかね、あのー、こういった、あのー、強制わいせつ罪などの,このいわゆる性犯罪が、それまでの申告罪から非申告罪となったんですね。えーこれは 要するに被害者の当事者の告訴が必要だったものが、うん、まあ法改正によって不要となったわけですよね、えー、だから、そのことの認識がないのかなと、東山市長が、うん、これもい、いろんな方が指摘されてるんで、僕もあまりにあの明らかな失言に聞こえるんで、えー、逆に。 意図があるのかなって勘ぐったぐらいです、ね。うん、はい。で、あと3つ目としては、はい、誹謗中傷ですね。この誹謗中傷被害者の方が、うん、あの名乗りメディアに。まあ、名乗り出たりして、それに対して誹謗中傷が甚だしくて、うんまあ、まあそれを。 を苦にししてて自らら命を絶っっった方ががいいゃるって皆さんご存知だと思いますがそのご家族へのインタビューを交えて番組は進んだんですが、それを踏まえて、あの、モビン・アザー記者は、東山え社長にこのことどう思いますかって話をされたんですが、その時に、まあ、誹謗中傷する人、もうその人に、 それもちろん奨励するわけじゃないけれども、人によってはそれを正義と考えている人もいるし、言論の自由というのがこの国にはあるんだというような、<laughs> う<ん>ちょっと耳を疑うようなお話をされてまして、そう<ー>いうところまでお話したところでも、結構もう今日今、時間来ちゃいましたね、これね。どうしましょう、キャッチアップでも話そうかな。ははいわかりましたではよ,よろしいでしょうか。はい、はい この後と八時四十分過ぎのキャッチアップでこの三つの点を踏まえた上でですね、松尾さんのまた見解を伺っていきたいと思います。いますリンクの貝月ラナと大空りこです。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、Spotify、Amazon ミュージック、Google ポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いします。ポッドキャストもリンクリック。